今年で20歳の高卒、括弧大徳牽引重機免許持ちです。去年の4月に航空専門学校入学しましたが、コロナで先行きが不安になり、1ヶ月で中退してから1年間関西の牧場でバイトしました。今年4月に船員にしてもらいます。実家が嫌で一人暮らしをしたいのですが、給料が安いので半年中に転職、括弧北海道の牧場、給料5万円アップ、住宅手当等もかかっています。友達と疎遠になりそうですし、転職するか、このまま関西で働くか悩んでいます。その北海道の牧場がなんで本当に給料が高いのかですよね。なんか転職した後に給料下がったら結構きついと思うんですけど、そこ大丈夫なんですかね。で、まあそれが大丈夫だったりと思うんですけど、あとぶっちゃけ友達ってそんなにリアルで会う必要ある？そのなんかズームとかで話できれば十分っていう気が僕はしちゃうんですけど、まあズームでも話しないんで、なんかスカイプとか LINE とかで会話してればそれでいいんじゃないかなって思っちゃうんですけど。で、給料5万アップってことは年間だと60万じゃないですか。で、60万あれば、多分年に1回ぐらい関西に帰るぐらいできると思うので、年に1回地元帰って、で、久しぶりに会うと割と1年ぶりだから久しぶりってみんな仲良くしてくれるので、っていうので、なんかお金も儲かるし、仲良くしてくれるしでいいんじゃないかなと思いますけど。